はいどうも、株式会社アミュー様より35万円賜りまして始まりましたこの大会第1回目だったんですけれども、なんと某女王がいきなり負けてしまうというね。はい、解説ラウンドレポートを担当します、篠崎マナです。あ、マナティです、よろしくお願いいたします。マイクかっこいいですね。あ、はい、ちょっとこれはもしかして歯医者さんもおすすめ、研磨剤を使わないゼロ歯磨き、海の蜜、フコイダン歯磨き、ウイルス、虫歯、口臭予防おすすめです。いただいたマイクをちょっと、はい、すごいエコーで響いてると思います。お客さんは解説もしくはカメラマンとして転生していくのでした。残ったメンバーを紹介していきたいと思います。はい、あちらにですね、はい、まさかカメラ振られるとは思ってない、準備できてないみんなが待ってますけど、はい、こちらの5人、キュンです。はい、キュンです。てかそのキュン大好きだったら届けられないらしいな。全然そんなシリアスに考えてない。そんなこのタイミングです。現場なし。マジでイカれた面々。クールだぜ。学ばなかったんですよ。学ばなかったんですよ。好きな人に届かない。届かないキュン。だから最後にシュンですっていうらしい。そういうことで。脱落してシュンです。はい、はい、ということで、いかがでしょうかミスタースクロ。若干このテンションについていかれてませんが。左ドッグのミドルホールになります。飛ぶ方はあの林の上ですねを狙っていく感じになります。あのバンカーまでが240か50ぐらいだと思うので、まっすぐって言ってもいいんですけど、ちょっとセカンドが距離残るかなっていう感じで。そうだよそうだよ、自分の飛距離と要相談ですね。はい、妖精さんで、まあ一番基本はティーショットなので、ティーショットだけ頑張ってください。はい、見てね。はい、ということで、アミューシュートアウト、2番ホール、はい、残ってる選手は5名、シワ、セガ、ハトノナツキ、ボンビー、コンちゃんと行きたいと思います。よろしくお願いします。そう、見るからにね、左がもうダメそうなホールですけど、まあここはね、セガモンはもうティーショットはもう基本曲がんないんで、安心して見てられると思います。ナイス。はい、ということでヘアウェイど真ん中ですね。飛んでるね。235ぐらいいってるね。え、なんか飛んじゃってますね。この間が飛ぶようになって、やっぱホース。やっぱホースだ。いかがですか。飛びました。飛びました。はい。ナイスショット。ちょっと右だけど、まあ大丈夫でしょう。はい。頑張ってください。やってください。本当に曲がんない。だってこの間だって44回 T ショット見てて、俺ヘアウェイ外したら2回だけだもん。いや、半端ない。まあまあ狭そうなコース。そうよ。ドロップチキンで打ったことある。いや。いいから早く打ってよ。はい、ということでハドナス。ごめんなさい、置きに行きます。嘘だろ。嘘だろ。ナイス。めっちゃいい球、めっちゃごまかした。嘘、いいよいいよ。うわ、マントビ。よきです。こう見えて飛びます。ハトノナツキです。ゴーみたいな飛びます。すぐに訂正。ナイス、すぐに訂正。オッケー。瀬戸宮崎
本当お金かかると静かになります。いやー目がメラメラしてるような目が違うもんね。そう金です金チャリン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 水さんあればいいんだけど水でできてるのこの体。そうだよそうだよ、ポテンシャルすごいでしょ。ポテンシャルが人類のね、フリュージュ水で走り出す深海魚針刺したら手術がいいから。あ、天秤が怖いな。天秤が天秤がで筋肉か。天秤がやめることやめる。やめる。なんでやめろ、攻めるな、攻めるな。断定器お願いします。あダメだ、できない。いきなりはさ、いきなりは厳しい。スラップいいね。マジ別人。コースできた。さみんなさ、スイング似てくるよね。確かにね、こういう感じがみんな似てくる。よいしょー、断定球打ちまーす。完璧です。羽根さん7、それ覚えやばいやばいやばい。そうそう、飛んでるよ。バンカー入った。距離の無駄遣い240。え、何え、新しいやつ。6? 6、6アール使ってんの。あ、もっとしっかりしてる。またバンカーあそこ行きます。まあ今のホン選手のティーショット2回とも、まあやっぱりちょっとこう朝の練習場でもね、ちょっとそういう傾向がありましたけど、やっぱりちょっとこういわゆる典型的な5切りになってしまって、クラブが間に合ってないので、やっぱりこう右サイドでこう体が開かないで振るっていうのをやっぱもう少し徹底しないと、やっぱりちょっとあの右の抜ける球が出ちゃしまいますね。行きましょう。このティーショット狭いね。狭いですね。ドライバーなんか、まあ、畑田さんくらい飛べば右でもいいかもしれないけど、右左が見えすぎちゃって。今の球滑ってました。滑ってないよ。でもだちょっとやっぱ球がでも高いね。あ、高すぎ。高いのはいいんだけど別に悪くないんだけど。ナイスナイスー、素晴らしいですね。今残り200ヤードありました。ラフからもうピンが右の奥、もうあの花道しか狙えない状況でも、そこに見事にまっすぐに打って、見事ナイスオンでしたね。
うん、ナイス。よいしょ、ちょっと右側だけど、はい、ではこれインにできるんじゃないか、できるのかな、できるかな、これも忘れた、あ、でも見えないで、はい、ということで、ね、カメラ聞こえるかな、さあ、2段目、何やと79、ちょっとユーティリティの、ユーティリティ短く持って手がのボールめがけて、おー、いった、はい、いいんじゃねーの、よいしょ、うん、うん、ナイスオン、もうバッチリですね、あ、よかったね、はい、ということでマナカメラやっていきます、アルエさん、汗だく、みんないっぱい持ってますね、クラブ、またバンカー入りました今日はバンカーの日、バンカーで、バンカーの日です、うん、あった、飛びすぎだろ、飛びすぎて、飛びすぎ、飛びすぎてラフ入っちゃった、旗見えない、あ、じゃあ行きます、すいません、なつきちゃんの心まで何ある、これ173、ありがとうございます、結構ある、思ったより173、うん、ここで150だ、あ、いい感じ、でもね、ちょっとね、当たってないです、めっちゃヒール今も、でもいいとこ乗ってるんじゃん、そうですね、ま、世の中金なんでとにかく勝つ、金がかかると強い、とにかく勝つが、ボンビーゴルフは生活がかかってるからね、そうですね、ちょっと生活していくためには稼がないといけないんで、勝って稼いで、はい、家族を養って、はい、家族を養ってって言うとね、なんか子供がいるみたいな、アルバイトも増やしちゃったんで、アルバイト増やしちゃったの、やっぱり一数を増やしちゃった、ゴルフしてください、頑張りますね、すべてはお金怖えさあ、これなつきちゃんの2打目ですけど、まあ、ボールが結構沈んでて、ピンを狙うにはやっぱりこう木の上がなきゃいけませんけど、まあ、木の上をもし行った場合、多分このラフからだとグリーンを押しても多分奥で出てしまうんで、まあこれは当然、まあ瀬賀桃と水木さんのところ、多分女子だとこのライからこうスライスをかけるのは多分無理だと思うので、わかりました、はい、クラブは7番アイアン、1179、ボール方向狙って、はい、そうですね、で、あんまりこう、ボール、上げる感じで、いやー完璧でしょ、ナイス、やっぱりこのラフからあんだけ球を上げられてなおかつ止められるっていうのはやっぱりパワーパワーですしかないね体重、体重、うん、体重関係ないです、体重は関係ないけど腕の重さは関係あるから、まあ、腕が重たかったってことだね、クリちゃんね、こう見えたら細いんです、脱げた細いぞ今のは上げようとしました、いや今のはナイスショットですよ、歯磨き粉も素晴らしいですどんな商品が次は出てくることやら、いやー、はい、本当にね、クリちゃんのね、はい、あの進行も素晴らしいけどもアミューさんの商品も素晴らしいということでもちろんですね、もちろんです、はい、で、あのこれはですね、はい、海の蜜と言いましてですね、はい、石鹸でございます、おお、まさにちょっと蜜っぽい感じの、これはまあなんか、はい、聞くところによると割とあの一部の CA さんには大人気ということで、はい、お
これね、はい、使うとですね、うん、もうこれ、まあ、顔とか洗うじゃないですか、はい、おっと思います多分。あ、いや僕も試しました。あ、試しました。すごい、これおっと思います。もうとにかく敏感肌なんで、うん、はい、これはねちょっと石鹸によっては突っ張らかっちゃうんですけど、これはとってもいいです。これだから本当にね、肌ツルツルって感じが自覚できる、はい、あの石鹸です。まあ、女性はもちろん、男性も風呂上がりの突っ張らかり気になる人多分結構いると思うんですよ。そう、おすすめですね、これもね、はい、だからやっぱりちょっと使ってみていただけると、おそらく、うん、あれおって思うものだと思いますんで、うん、こちらもぜひぜひおすすめでございます。某キャビンアテンダンツにそう、まあそうね、はい、そう大人気という、キャビンアテンダンツに大人気ということ、そう、はい、そうなんですよ、はい、よろしくお願いします。素晴らしいぞ。マナーレポーターがカメラになりました。あ、どうも。私レゾどうした、ナイスター。あ、後ろにあったかも。オビ打った、オビ打ったね。やっちまったぜ。あれ入れちゃおうかな。お、いいね。あれ二段グリーンですか。いや、二段じゃないかな。なんか普通に、でもちょっとマウンドがある。ね、なんか手前すごい。GoPro だから。いいね。なるで。キラキラ。かわいい。ジェル？ジェルメール？さあ、まだわからないよ。うん、これ入ったらボギーだから。さあ、こんちゃんの子だね。ナイス。入んなかった。いや、まだわかりません。あれ、セカンド何ヤードだったの？え、結構ありました。220、そうだよね、めっちゃあって、はい、多分ね、キャリーしたのその辺で、うん、ポポポポンって。でも、3番ウッドでしょ？あのね、あの4なんですよ。あ、4番ウッドなんだ。3飛ばなくて、上がんなくて、うん、で4にしたら、なんか、あ、その方がキャリーが出るんだ、うん、ね、めっちゃ良かった、うん、なんか今、4で3の長さのやつ作ってもらった気がします。なるほどね。こう、ロフトでね、はい、長さで飛ばすみたいな。なるほど、なるほど。これでも難しい。4でさ、あの精度があるのがすごいよね、うん、いや、でも今のもちょっと右の帯あんま見てなかったからいいかもしれないけど、もっと逃げましたね。うん、逆に見てね、見てたら力の方がいい。遠いですね。とりあえず乗せる感じか。まあ、基本的にふいちゃん、これ我々男子はこれも 100% 上なのね、うん、もうあのぐらいの高さは全然余裕でクリアできるし、高さ的に、こう距離的にはもうこれ70ヤードぐらいしかないから全然上でピンの根元落とせるけど、女子の力だと多分この火の上行くのは結構きついので、今柴ちゃんはどうしようか悩んでるっていう状況ですね。で、多分洗濯は結構ロフトも立ってるクラブ7番ぐらい持ってるので、まあ、滑りを見る限りやっぱ下を行くということですけども、下を行く時の距離感の後は出し方です。はい、弱い。でやっぱり今のはもうあそこを狙ったことによって、まあ、ダブルボギーがありえるよね。だからここはやっぱりピングリーンエッジが近い左側、いわゆるこう左側に確実にあのラフがないところに乗せて2パットでボギーが一番はマネジメントとしては簡単だなと思うけどね。左、
全然左。全然左。ここ難しいですね。ここね、ちょっと、これね、ちょっとね、我々じゃね、ティーショット絶対刻みです。さすがにあの OB の上をドライブ打たないとヘアウェイ来ないんですよね。ちょっと左行ったらすぐ OB ですね。多分これでも男子ツアーでやったらアイアンでみんな右打つと思いますね。ごきげんよう。と今セカンド完璧でした。完璧でした。ちゃんと歯磨いてきてよかったです。いい。もうもらったの。そう、もらったの。ラウンドレポート。そうそう、カメラマンになった。GoPro のある生活。そうそう、 GoPro のある生活。ハッシュタグ。そう、 GoPro みたい。ほら、何にもないのに喋っててもさ、うん、インタビューしたくなっちゃう。どうですかとか言ってもさ、カメラないから。確かに。さあ、志和選手の4打目です。まあ、今のはやっぱりちょっとボールのライがあんまりよろしくなかったので、やっぱりこうちょっとざっくりを警戒してちょっと直接ボールに強めにいってしまいました。だからこういう濡れた芝のこの薄いところほどやっぱりこう低い位置からバウンスを使ってボールだけクリーンに打てる練習をやっぱしないといけないということです。こんちゃんワンチャンチャンス残ったよ。こんちゃんワンチャン。はい、ということでセガモモ選手のバーディーパットからいきたいと思います。バーディーはスキップ。バーディーはスキップ。あれ、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 ナイスバーディー。さあ、バーディー。ナイスバーディー。ナイス。さすが強い。いいね。いいね。これまた爽やか行けますね。爽やか。踊りたかった。入れたかった。やっぱ決めたからさ。すごい綺麗な質。やばい、本当にそれやばい。ガス落として。
ナイス、ナイスボギー、ナイスボギー、ありがとうございます。はい、ということで、アミューシュートアウト2番ホール、脱落者はコン選手になりました。まあどうですか今のホール、みんな、まあ、結構難しかったですけど、やっぱりティーショットをもしコース知ってたら多分ドライバー持ってない可能性があるよね。うん、やっぱりコース知らないがためにどうしてもやっぱりこう左のコーナーにどれだけ打ってあげたらこっちのフェアウェイ出てくるのかっていうのはやっぱりちょっとわからない中でのティーショットだったんで、やっぱり右のバンカーまで240ヤードっていうことを考えた時に、やっぱり僕的には240飛ばないクラブでしっかり右側にレイアップをするっていう方が、多分結果こういうホールっていうのは終わってみたらいいスコアで回れるのかなっていう感じがしますね。やっぱりドライバーを持った時点で相当狭くなる、女子でも狭くなるので、まあ、そういった意味ではやっぱりティーショットをドライバーを持って、まあ、結果コンチは右を打ちましたけど、まあ、あれは技術的なミスもあるけど、やはり左がどれだけ狙っていっていいか分かんないっていう中でのやっぱりこう左を嫌がったミスだから、まあこういうことがやっぱりプロテストの時は当然ないのでね、あれですけど、やっぱりまあ知らないコースほど見えるところに打てよっていう鉄則だったのかなっていう感じがしますね。はい、ということです。まあということでコンちゃん残念でした。はい、はい、ドライバーの右プーは練習して直しましょう。はい、はい、ということで3番ホール行きましょう。はい、暇だ、お腹すいた、暇じゃないよ。はい、篠崎真奈とダブル解説で。残念でした、残念でしたね。もうあれだよね、やっぱりあっけなく終わるよね、こういうのって。まあまあまあ、終わるときは一瞬みたいなね一段のミスがいい。でもさ、そうそうそう、こんだけ難しいホールだったらさ、はい、距離もあるしさ、うん、やっぱりこうパー 4.5 ぐらいで、まあ、4日間待ったら1日に2日はボギーでも結構許せるなってホールだから、うん、やっぱりここでやっぱりこうダブルボギー以上打っちゃうと、やっぱり試合の時に残り3日間きつくなるから、ケイジョさんも死んでもダボ打たないって言われた。そう、死んでもダボ打たないゴルフがやっぱりこういうホールは大事かな。あっさりダボ打っちゃっただよね。スタートでもスタートも私結構嫌いだし、ここも結構難しい。いや、ここはね、多分ねコースしてたらセカンド200残っても、うん、210残っても絶対刻む。ああ、うん、私の3球目であそこですよ。そう、そう、なんだと思ってたの。なんかあんなど左で当たりが悪くてあそこに行くってことは、うん、ナイスショットしたらもっと左に狙わなきゃいけない、うん、そうそう、だからナイスショットすると左、林の上狙ってく感じです。だよね、だからそれってやっぱり初見のコースであそこ狙うっていうのは確かに、ね、怖いかも。すいません、私の説明が足りなかった。でもやっぱり色の右のバンカーまで240っていう情報だけでも、やっぱり右はもうないなと思わないといけないから、うん、ただ左がどこまで広いか分かんないからね。そうですね、左も狭いから、まあ、しょうがない分あるよね。だから今コンちゃんインパクト完全に左上がったし、ティーショット打ったから、うん、だから知ってたらやっぱり一番最後に打ったみたいにティーグランドの右側に立ってるはずなのよ、うん、知らないから左立つわけだから、うん、マネジメントと心理的要因こういうのなんて出るよね。出るね。私も緩みまくりのスタートホールこれちょっと嫌な感じが入ると全部緩む。アプローチ？全部全部ショットから、まあティーショットから緩みまくってるから。はい、まあ、先日ですね、ミサシシュートアウト、放送しましたけども、まあ、そちらの協賛いただいた、アミュー様の、商品ですね、フコイダンZ というね、まあ、これは本当に
健康食品というか、体が元気になるというもので、まあ、結構ですね、なかなかこうもずくからできているものっていうのはなかなかイメージ湧かないと思うんですけども、実際飲んでみていただかないとやっぱこればっかしはねちょっと効果が湧からないかなと思うんですけども、実際私もね、本当にいただいて飲んでいますので、ぜひですね、まあ、その効果をですね、また逐一またどっかで報告できればなと思うんですけども、まあ、とりあえず、せっかくなんでね、飲みたいと思います。まあ、1回にこれね5錠も飲むんで、はい、これ、まあ、僕はいつもこうやってまとめて飲んじゃうんですけど、結構ねこういうのは平気なんですよね、結構意外とね、この5錠まとめて、はい、はい、でまあどのような効果が出てるのかっていうのはね、まあこれはまあ言っていいか分かんないけど、まあ結構男性は最高です、はい、まあなぜかはちょっとコメント控えておきますけども、男性が飲んだら最高です、はい、夫婦生活も円満になるんではないかということでですね、はい、ぜひこちらですね、こっちですね、はい、ニコイダン、ぜひですね飲んでいただいて、幸せな家庭生活を送っていただければと思います。以上です。この企画は海の恵みニコイダン株式会社アミューの提供でお送りいたしました。